皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、あなたに乗り越えられない試練は来ないということについてお伝えしてみたいと思います。いろいろなシーンでですね、逆境と言われるものに遭遇することとかあると思うんですけれども、実はこの言葉っていうのは私が考えた言葉ではなくてですね、私がそうですね、起業3年目の時に全く予約が入らなくなってピタッと予約が止まったことがあった時に、自分としてもどうしていいか分からなくて八方塞がりぐらいに残念な気持ちになったことがありまして、その時に友人の起業家の友人がですね、一歩先を行ってる方であったんですけれども、その方に言われたのが、今訪れている試練は貴子さんに乗り越えられる試練だから、神様がその状態を与えてるって思ってやるっていうのがいいと思うよと。だから乗り越えられないものは来ないんだっていうふうに言ってました。この人だから乗り越えられるからその試練が来るという、その何ですかね、力量を見計らって神様がちゃんと届けてるらしいんですよね、その試練を。で、当然その試練を乗り越えた先にはもう一段上の明るい未来が待っているんですけれども、その当事者としてはですね、そんな気持ちにならないわけですよ、その当時。私の場合にはもうとにかくがむしゃらに動くっていうことで、その状況は3ヶ月で脱することはできてるんですけれども、大概そういう時に心が折れたりしまって行動しなかったりすると、そこで挫折っていう形で終わるわけですよね。だからまずはその受け止めるっていうことですね。試練は自分に乗り越えられる試練だからその試練が来る。だからさらに次の扉を開くためのパスポートというか、試験というか、そんな感じと思うと他の人には訪れないんですよ。だってその人が乗り越えられる試練だから。だからいろんな境遇とか逆境ってあると思うんですけど、なんで私ばっかりってね、もしかして思う人もいるかもしれないんですけど、あなただからそれが来ているというふうに思うと少しは気が楽にならないでしょうか。そして乗り越えた先には必ずお約束をしていいというぐらいの、成長した自分と、例えば夢があるとしたら、その夢が叶う一歩に進むことが必ずできるんですね。で、逆にこの試練を逃げたりやめたり違う形で回避したりするとですね、実はまた形を変えてですねあなたの前に訪れるので、だからどこかで絶対に、例えば生きているうちに乗り越えなくてはいけない課題だったりするんですよね。ですから何か辛いこととかあった時には、それは必ず乗り越えられるんだという前提でその状況を捉えると、また違う側面で捉えられるんじゃないかなというふうに思いますので、そんな感じで、試練が来た時には、神様からの嬉しいパスポートだと思ってやっていただければいいかなというふうに思いますので、どうぞご参考に。それでは。